さあこちら昨日のこの花ドームになりますが、フリーバッティングの全体練習が終わった後になります。ここでもフリーバッティングを行っている丸選手、その後ろに菅野投手がこのバッティングしている姿を後ろから見ていると、そういう状況だったんですね。どういうふうな思いがあったんでしょうか。まだ初日ですけども、広島時代と、まあ、雰囲気、キャンプの雰囲気はどう違いますか。まあそれは、まあ、多少は違いますけど、はい、でも、まあ、まあ違うと言ってもそこまで大きく差はないです、はい、ジャイアンツのユニフォームを通したからというよりは、ユニフォームを着た時点でキャンプ始まるなという感じはしましたけど、はい、バッティングという部分ではこのキャンプであるストレートまた違う段階になると思うんですけど、どんな気持ちで。いや、まあ普通にそこまで変わったことはするつもりはないです。今までやってきたことを、まあ、おさらいじゃないですけど、しっかり確認しながら、基本にしっかり確かめながらやっていきたいと思います、はい、納得いくまで打っていきたいっていうことが、はい、それはやはりこの中でも今日も1時間以上、うん、まあそうですね、はい、自分の中で、しっかりと、今までやってきたことっていうのは、変わるつもりはないですし、そこはやっていきたいと思います、はい、菅野選手がバッティング練習を見守ってたところだったんですけど、何をどんな会話をして忘れてたんですか。雑談さ、雑談というふうに言ってましたけれどもね。そしてこの後この花ドームを出たところにいたファンとの、ね、交流、サインをたくさんね、丸選手がしていると。やはりこのキャンプの一つ特徴というのが選手との距離ですよね。選手も練習が終わった後など時間があるとね、ファンサービスとしてサインをしたりとかありますので、ぜひそういったタイミングに、ね、ありましたらこの宮崎キャンプの思い出にしてもらいたいと思います。ただ、まあ雑談ですと言ってましたが、本当にやっぱこれ気になりますよね。